この時間はフィオレンティーナ対チェゼーナ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アルカス、ここのところ著しい成長が見られると監督大絶賛です。北澤さんは最近の彼をどうご覧になっていますか？いやー、いいペースで成長しているんじゃないでしょうかね。今まさにコンディションがいい時期ですので、まあ、監督がどんどん彼をピッチに送り込むことが大事ですよね。はい、経験を積ませる、大事なことですね。フィオレンティーナがこの試合は 3-5-2 のシステムです。この場合2トップは1人がスピードのある選手、もう1人はポストプレイヤーで組ませるパターンが主流ですよね。またサイドはウィングバック的な役割を果たすので、全体的に過酷な運動量を必要とするシステムですよね。はい、キーとなるのがボランチですよね。中盤の底からグイグイ押し上げていくのがポイントになりますよね。はい、気になりますね。ここはウィングバックとの連携で最終ラインの人数をカバーするのがセオリーになりますよね。それでいて攻守が切り替わると同時にビルドアップに参加しなきゃいけないので、運動量と攻守の判断力が必要なポジションですよね。なるほど。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。セリエ A 第22節、フィオレンティーナ対チェゼーナ。サイドを紹介します。向かって左のエンドから攻めるのがフィオレンティーナ、画面右側がチェゼーナ。クリスチャン・クワメ、チェゼーナ、最近のアウェー戦5試合振り返ると負けがありません。低地での強さが光っています。スルーパス、ディフェンスの緩慢なプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。決定的なチャンスだっただけに、ここは決めておきたかったと思いますけどもね。フィオレンティーナ、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。ソフィアン・アムラバト、ルーカス・マルティネス、カセレス、大きく縦へのアーチ、サイドのスペースを使います。ここは通しません。フィオレンティーナ、先日の試合では2対2と引き分けています。ウィリアムズ、裏へのスルーパス、さあカウンタースピードを上げたいところ、スルーパスを狙う、さあ左へ預けて、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。このファーストハーフ、最初のコーナーキックはチェゼーナ。フラホビッチ、これは合いません。今日のゲーム両チーム、まずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか？まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね。どうだ、スーパー、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。好セーブを見せました。チェゼーナ、2本目のコーナー、フィオレンティーナ、ここクリアで難を逃れます。この位置で受ける、アベー、しばらく戦列を離れていましたが、今日はスターティングイレブンとしてピッチに立っています。ルーカス・マルティネス、今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。デロッシー、アルカス、仕掛けるか、ソフィアン・アムラバト、クリスチャン・クワメ、裏を狙っていきます。裏へ飛び出した、渡ります、ワットチ、1対1、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。いやー、今ギリギリの勝負でしたけどもね、長いパスにこれよく反応しましたよね。
ミレンコビッチ、ここはファールです。キャッスルダイン、キャッスルダインからジョルザ、スペースを狙う、オフサイドですか。キーパー前へ蹴り出します。これをカットします。ボナベントゥーラ、ブルガル、縦に送ります。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。フィオレンティーナ奪い返します。ジャッスルダイン、大きく縦へ、左サイド上がってきます。これはつながりません。阿部、絶好の位置、シュートもあります。シュート、素晴らしいグランダ製のシュート。フィオレンティーナ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても、相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ブラホビッチ、カウンターを仕掛けていきます。両チームファーストハーフ、ここまでまだスコアレスの展開です。ミレンコビッチ、ブルガル、チャレンジはしません。後ろに流す。ソフィアン・アムラバト、一気に前線にボールを送る。緩いボール、ソフィアン・アムラバト、ここで収まる。クロスが上がる、シュート、ここで長いホイッスル、前半終了です。前半0対0。さあ北澤さん、前半で得点は動きませんでしたね。派手なゴールシーンはなかったんですけども、激しいチェックやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、ところどころで好ゲームを演出してましたよね。セリエ A 第22節フィオレンティーナ対チェゼーナ、スコアレスのまま後半へと続きます。では後半見ていきましょう。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。キーパーから前線へ、いいプレッシャー。阿部、ジャッスルダイン、ジャッスルダインからアルカス、さあどうする、入るか、クリア。このピンチをなんとか出します。シュート、じっくりと時間をかけましたが決めることができません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。ちょっと焦りがあったかもしれませんね。フィオレンティーナがメンバーチェンジをします。ルーズになります。裏を狙う、さあここでカウンター、チャンスになる。チェゼーナ、僅差で先日の試合を勝利しています。ボナベントゥーラ、ブルガル、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。
中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。長いボールを送ります。さあカウンターのチャンスになります。出るか、抜けてくる、右サイドへ振ってディフェンスをものともしません。抜けてくる、デロッシー、ウィリアムズ、左から上がっていきます。ドロンゴフスキ、大きく前線へ、カジェホンから大きく縦へ、いや少しいい形になりかけたんですけどもね。キャッスルダイン、裏を狙っていきます。これ仕掛けるか、カウンターを仕掛けます。いっと待ってった、シュート、いやこれ褒めるべきは守護神ですよね。今の止めちゃうんですからね。ウィリアムズ、このパスを防ぎます。このボールはつながりません。この辺は人に対して厳しくいってますよね。キャッスルダイン、もう一つ前に行きたい、アルカス、シュート、どう見た、これを拾いたいフィオレンティーナ、チャンス、シュート、きた、先制、チェゼーナ、ようやく均衡を破りました。ようやくですね。いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。今シーズン7ゴール目となります。フィオレンティーナが最後のカードを切ります。さあフィオレンティーナ、2人の選手を入れ替えます。チェゼーナ、先制ゴールが決まりました。1対0、この辺のね、1点の重みっていうのありますよね。試合の状況がガラッと変わりますからね、はい、大きく前線に入れます。アルカス、先日のメディアの取材では今非常にコンディションがいいんだと語っていたようで、確かな手応えを本人も感じているようですね。いやポテンシャルを感じさせる選手ですよね。まあ目に見えない何かこう、シュート、2点目かというところ、この時間帯で2点差に広がってしまうとリードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね。まあ大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。プレスからボールがこぼれる、素晴らしいパス来た、これはあります、シュート、フィオレンティーナ同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。点を取られた後で積極的に出るのは分かるんですけども、やはりこういったシュートの形を作れるかどうか大きいですよね。チェゼーナ、これで交代枠を全て使い切りました。フェデリコ・ボナッツォーリ、期限付きで行っていたレンタル先のチームから帰ってきました。そしてこの交代で再び初のピッチを踏むことになります。いや元いたチームのピッチを踏むことはやはり嬉しいですよね。どんな思いなんでしょうね。簡単に言うと経験を積みに修行に行ったわけですからね、はい、その成果を本来発揮すべき場所で今日はチャンスを与えられたと捉えていいわけですよね、うん、チームの期待も大きいでしょうね。楽しみですよね、うん、恩返しができるんでしょうか。カセレス、チェゼーナ、リードは1点、このまま終われば勝ち点3を手にします。スルーパス、これはどうだ、オフサイドになります。
カセレス。残り5分を切っています。チェゼーナとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。ここかわす、できましたよ。1対1シュート、フロンティーナ。このままジャワラがいずれ一発。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んでゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね。しっかり決めてきましたね。今シーズン2ゴール目です。さあフィオレンティーナ、もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。最後まで粘っていればね、必ずチャンスは出てくるということを見せてくれましたよね。はい、さあつながるか。抜ければチャンス、シュート、ゴラッソ、ゴラッソ。いやー、これなんというゴールだ。いやー、もう言葉がありません。いやー、なんという、今シーズンの4ゴール目です。さあチェゼーナ、土壇場での勝ち越しゴールを決めました。いや、ここまで競り合ってこの時間帯でゴールですよね。そして今試合終了、2対1、チェゼーナ勝ちました。勝ち点3を獲得、順位変わらず3位。しかし北澤さん、終了間際に決勝点が決まりました。いやー、本当もう時間がなかったんですけどもね、最後まで積極的に攻撃しましたね。そしてしっかり決めてくるあたりもさすがだなっていうふうに思いましたね。そうですね、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。セリエ A 第22節、チェゼーナ見事勝ち点3をものにしています。